ちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。8月の27日の火曜日、なんだか移り変わる日が出たりで、隠れてしまったりという変な陽気、台風のせいですかね、の火曜日です。で、先日お送りした、落ちる子のママの特徴、たくさんの方が見ていただいて、コメントもたくさんいただいて、喜んでいるところですけれども、ありがとうございます。それに味を占めてではないんですが、落ちる子のパパの特徴という話もしてみようかなということで、今日はまとめてみました。で、子供は見ているよというところが答えになってくるんじゃないのかななんて思っています。で、今男女平等で、パパママで分けるのはどうかというお話もあるのかもしれないですけれども、おしなべて多くのご家庭で、ママが、ご家庭にどちらかというと長い時間いてですね、お子様と触れ合う機会が多くて、時間が多くて、パパはどちらかというと朝早く出かけてしまって夜遅く帰ってきて、子供と触れ合う時間なかなかないよねという中で、どういうことをパパが教えていかなければいけないのかなというところで、考えてみたんですけれども、代表的なところだけ挙げることになりますけれども、パパが教えるべきことというところで書いてみたんですが、生きることと社会性、この2点が大きな軸なんじゃないのかななんて考えています。生きること、要は負けないこと、くじけないこと、なんかの歌でもありましたけれども、そういうことなんじゃないのかななんて思っています。で、お子様に話すときはこの括弧の中を言わずにですね、頑張ればなんとかなる、要は頑張れば、もしかしたらちっちゃい声でですね、なんとかなるかもしれないみたいな形だと思います。ただ、もしかしたらかもしれないを言ってしまうと、お子様が頑張ったってダメなんじゃんかって言われてしまうと、頑張らないお子様になってしまうので、頑張ればなんとかなるぞということで、負けないくじけない子を育てていく、あるいは今勝てなくても、ちっちゃな声でもしかしたら、次は勝てるかもしれないという形で、今勝てなくても次は勝てるから頑張っていこうみたいな形で、教えていくのがパパの、教えるべきことの、大きな軸になっているんじゃないのかななんて考えてみました。で、あとはですね、社会性の部分ですね、例えばですけれども、卑怯な真似はするな、その中身を、紐解いていくと、盗むなですとか、弱い者いじめはダメですよですとか、嘘ついちゃダメだよですとか、そんなことが軸になっていて、大きな、ところで捉えると、社会性を育てていく、教えていくのがパパの役目かななんて思っています。で、それがを、勉強の方にということで、紐づけていくと、じゃあ生きるためにはどんなことが必要なのということで、理科があるのかなということで、例えばですけれども、時計がなくても、帰宅時間はわかるよね、じゃあどうやって知ったらいいのということで、日時計について教えてあげる、例えば丸いもの、街にあふれていてですね、丸いものというと、道の真ん中にマンホールありますので、マンホールの真ん中に、自分自身が立ってですね、影の方向を見てもいいですし、棒の切れっぱし立ててもいいですし、そうすると、その影がどっちの方向を向いたらもう帰る時間だよねなんていうところから始めて、方位の話もできるでしょうし、太陽の動きの話もできるでしょうし、そこから発展していくことによって、季節の話、いろんなところの、につながっていく話ができると思います。で、あるいは、キャンプ等々に行った時に話すのが、チャンスとしては多いのかななんて思いますけれども、水を確保するにはどうすればいいんだろうねなんていうところから、サイフォンの原理なんかについても教えてあげるなんていうのも、パパの役割というか、パパの教えるべきことなのかな、そんな、ためにキャンプに行ったりするよねなんていうことも考えてみました。あるいは普段の会話の中ですね、例えば、パパと一緒にどっかに車に出かけたよなんていう時に、パパと2人で話をする、その話の内容というところですけれども、社会性を育てていくために、社会で出てくるようなことも話ができるようなということで、例えば歴史で考えてみると、例を挙げてみると、偉人の言葉、敵を知り己を知れば、百戦危うからずなんていう言葉もありますけれども、今時
時ですね、実際に鉄砲を持って刀を持って戦うことはないと思いますけれども、まあ世の中生きていくには、ある意味戦い的な部分もありますので、先ほどの負けないようににつながっていくようなお話もできるかもしれないです。まあそこから、戦記物に話をつなげていって、じゃあ正々堂々と戦うの、正々堂々ってどういう意味なのなんていうことで、ちょっと国語チックなところで、正々の旗、堂々の陣、これが語源だよ、軍旗が正しく揃っていて陣構えに勢いがある、という意味なんだよというところで、でもねというところから、そういう敵 を倒そうと思うのなら、奇襲をしなさいよ、正々の旗堂々の陣を構えている敵に正々堂々と立ち向かっていったらやられちゃうよ、ですので奇襲をしなければ勝てないよというところにつながっていって、じゃあ奇襲といえば、例えば義経の逆落としは卑怯じゃないのか、先ほどの、卑怯な真似はするなというところを教えるんだけれども、でも時と場合によってはね、なんていうことで、まあ各ご家庭お父さんの価値観が、そこで お子さんにですね、伝えられていくのかなというところで、そういった意味では歴史を教える、まあ教えるとまではいかなくても、お父様の知識の中で知っていることを伝えていくというところが、まあ歴史のきっかけになるんじゃないのかなと思っています。あるいは、地理についてですね、家族で旅行に行く、あるいはお父さんが出張に行く、等々で、まあ多くは日本の国内の話だと思いますけれども、日本海側に行くとこういう美味しいものがあるようですとか、まあ各地の風物ですね、こんな山があるんだようですとか、こんな電車が走っていてねですとか、そんな話をしてあげるというのも、社会性を育むための社会の知識ということにつながっていくんじゃないのかなと思います。で、まあ先ほどからキャンプの話、旅行の話というところで、どんな場面で教えて、あげたらいいのかというところですけれども、遊びのための遊びであるとそれは危険ですよということになるんだと思います。キャンプに行こうか、でお父さんと一緒に、パパと一緒にキャンプに行った、家族で、キャンプに行ってお父さんが、まあバーベキューをしてくれたりですね、するんだと思いますけれども、それがただの遊びのための遊びにで終わってしまうと、それは危険ですよということにつながっていくんだと思います。友達親子で楽しくというのは、最近よく聞く言葉ですけれども、楽しいだけの行事では、そのキャンプの本当の目的というのは果たせないんじゃないですかというところに、つながっていきます。まあ身近なところで、まあ、釣りを一つする、まあ先ほどの水を確保するだけでも、その中、その発展する話題の発展のさせ方によってですね、サイフォンの原理、こんな実験してみるとこっちの水があっちに行くようですとか、そんなことも、そのキャンプの中で、教えてあげることができるんじゃないのかななんて思っています。で、まあ、楽しいだけの関係、先ほどの歴史ですとか地理の話につなげていく話題ですね、その、楽しいだけの関係では、それが育んでいくことは難しいんじゃないのかな、親子の会話の目的はというところで、何を目的に今、お父さんはこの子にいい話をしているのかなということ、その根底にあるのは生きること、社会性、これを育むことなんだよね、じゃあその話題、今度、息子と一緒に、あるいは娘と一緒にドライブに行くときに、こんな話をして、あげようかななんていうことをしっかり仕込んでいただいて、その時に話をしてあげる、その仕込みがうまくいくこともいかないこともあるかとは思うんですけれども、その、目的ですね、キャンプの目的、会話の目的を、しっかりと考えていただいて、いただけたらな、まあそれがですね、毎回毎回ということにはいかないんでしょうけれども、時を見て折を見てそういう形で、行事を行ったりですとか、お話をしてみたりですとか、関係を築いたりですとかしていただければなと思います。で、そんなお父さんの姿をですね、子供は実はよく見ているよというところです。大人が考えるよりもしっかりと子供は見ていて、これですね、パパができないことというのは子供にとってできなくてもいいことという形で捉えていることが多いと思います。パパが知らないことは僕も私も知らなくてもいいこと、パパが挑戦しないことは僕も私も挑戦しなくてもいいことというふうに捉えていると思います。ですので、そこは
ですねパパ大変でしょうけれども、ぜひパパも、パパはこれできるよ、君はできるのかな、パパはこれ知ってるよ、君はこれ知ってるのかな、パパはこれに挑戦しようとしているよ、君は挑戦しなくていいのかなという形で、背中を見せていただけたらなと思います。ですので、まあ、お子様にですね、英検4級あるいは英検3級頑張って取りなさいよというのであれば、ぜひお父さんも、もう一度英検3級一緒に受けてみようかなというのもありだと思いますし、お子様が英検3級を、受験する、じゃあパパは、英検じゃなくて、TOEIC 何点取れるか受けに行ってみようかなというのも、手だと思います。ぜひ子供は見ているよというところをぜひ気にしていただいて、で、遊びのための遊びにならないように、会話や行事あるいは、パパの背中を見せていただけたらなと思います。で、落ちるこの、パパの特徴の、まとめですけれども、受験直前になって、これですね、小手先の方法を、考えるパパは危険ですよということになります。げんこつしてでも勉強させるべきですか、あるいはご褒美で、釣ってですね、まあ馬に人参じゃないですけれども、ご褒美で釣って勉強させるのはどんな感じですかね、効果はありますかねという小手先の方法を考えているというのは、ちょっと、かえって逆効果になってしまうんじゃないのかなと思います。これまでの関係ですね、まあ、14年15年の関係が、あって、その上でのげんこつ、その上でのご褒美なら、ありなのかもしれないですけれども、それまでの関係が、まあ、遊びのための遊びしかしてこなかったよ、パパから伝えられたもの、社会性、あるいは、社会性のための社会、生きるための理科等々の話をしてこなかったよ、そういう関係は気づいてこなかったよというパパがいきなりこの、受験直前になって、突然登場して頭にげんこつあるいは、何かのご褒美の話をしたところで、子供はすでにパパの背中を見ていますよということにつながっていくと思います。ですので、これまでの、父子関係でわかるということになっていくと思いますので、お子様、ゲームしてたっていいじゃないか、ちょうど反抗期も始まる頃だと思いますので、勉強しろ勉強しろなんてうるせえな、 ゲームしてたっていいじゃないかなんていう、言葉を言うかもしれないです。その時に、パパがこの言葉を言えるかどうかが鍵になってくると思います。君は目の前のゲームの話をしているが、父さんは君の人生の話をしているんだよという言葉が、お子さんの心に響くかどうか、これがこれまでのパパの14年間15年間、お子様との、関係の、ある意味総決算になるんじゃないのかな。で、もしそこに言えないパパであるとするならば、あと3年ですね、次の大学受験までにその関係をどうにか修復して、この生きるための理科、生きる社会性のための社会を、一緒に築いていっていただければ、次の大学受験には、まあ、少しいい方向へ向くんじゃないのかな、そんな風に考えています。ぜひ参考にしていただければと思います。では今回のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。